3、2、1、ジョラフォー！サンキュー、ビッシー！はい、ということで、なんとか広島カープに勝つことができました。はい。それでは、今日のキャサポ。8回の攻撃。はい。ポイントは、ファーストストライクで、しっかりバントを決めた三ツ俣選手。そしてね、試合を決める、ホームランを打ったビッシー。はい。サンキュービッシー。続きまして、今日のキャサ盛り。はい。まずは、1安打1盗塁。そして、2つのフォアボールの翔平くん。アウトになった打席もね、三塁側にセーフティー仕掛けて、ヘッドスライディングを見せてくれました。はい、もうね、こういうのを待ってたんよ。キャサ大盛り。それから7回3失点で勝ち投手、柳くん。はい、粘りのピッチングも良かったけど、同点タイムリーもナイスバッチ。キャサ盛り。続いて、最後ホームで刺したネオくん。キャサ盛り。そしてしれっと猛打賞でチャンスメイクの大島プロ。キャサ盛り。お次は2点タイムリーと、絶妙なバントを決めた三ツ俣さん。キャサ盛り。最後に19打席ぶりのヒットが、試合を決めるスリーラン、ビシー！キャサ特盛り。以上。いやー、開幕戦の時みたいに、ビシーが決めてくれって思ってたら、本当に決めてくれました。これでね、右方向にも強い当たりが出始めたら、もういよいよエンジン全開だね。カープはね、これで5連敗ですかね。まあ辛いですよね。ただ、今日のメンバーね、高卒3年目が3人も入ってるんですよね。小園くん、林くん、葉月くん。いや、もうこんなことってそうそうないでしょう。ねえ、ネオ君の同級生が、3人も同じチームで出てるなんて。ねえ、しかもね、育成枠としてではなくって、ちゃんとした戦力として、3人ともがね、機能してるっていうのが本当にすごいです。そして3人とも、本当にめちゃくちゃ魅力的な選手なんですよね。ネオ君はね、どんな思いで彼らを見てたんだろうか。悔しいよね。試合出たいよね。まあね、そういう気持ちを持って、いっぱい練習してね、早く追いついてほしいですね。はい、以上。今日はね、勝ったからスナックはお休みです。嘘嘘、そんなルールありません。ただね、ストックがないので、ちょっと今日はね、あげれません。まあね、明日、頑張って撮っておくので、またそのうち楽しみにしててください。じゃあね、明日も勝つぞ。はい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。空にこだまする竜の叫びを耳にして、戦う中日夢強く、僕らをじんとしびれさす
頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。僕もあなたも願ってた、祈る気持ちで待っていた。それは一言優勝だ、与田監督の胴上げだ。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。